松井ゆかりと杉江松恋のエンタメエンタドン。メドン。はい。合 わなかった。松井2023年ゆかり。6月のその2でございます。エンタメドンは、国内外の様々なエンターテインメント小説を紹介する月例の書評番組でございます。担当しますのは私、杉江松恋と。松井ゆかりです。はい。僕は5月結構大変で、はい。ちょっと お近い、忙しそうでそうすそう、ね、本当に。近い人ね、がね、ちょっと亡くなりましてね。ああ、で、そそっのかそっか。亡くなったのがね、ちょうどその、目黒浩二さんを偲ぶ会の前日だったんですよ。だからそこも行けなく前て日ね、だったんでもうすそれね。どころじゃない、今こっち大変みたいな感じになってましたよね。なる僕ほど。父親をね、亡くしてるんですけど、はい、結構前に。で、やっぱり、その時も明け方だったんだけど、その時も明け方でね、もう明け方亡くなって、もうフラフラになりながら帰ってきてみたいな感じで、結構大変だったんですけど、まあ、無事にいろいろと延べの送りも済ませまして、もう、普通に仕事をしてる状態なんですけどね。いや、いもや、う、やっぱそうり、ですよ南ね。米あっても 仕事。慣れないですね。その、いや、それはそうですよね、ね、本当そのに。時その時がやっぱり初回みたいなもんだから。だからまあ、お疲れ様でしそれで結構大変な5月でございましたけど。た。はい。でもね、目黒さんにも届いてると思いますよ、杉江さんの気持ちが。まあ、目黒さんはね、しっかりやってくれよ、みたいな感じで、また笑い方、苦笑いしてるんじゃないかと思いますけどね。目黒さんはね、なんつうのか、そういう、書評家同士の、なんだ、受け継ぎみたいなのは、もうお前たちが勝手になんとか頑張ってやってくれみたいな感じで言う人だと思うんで、そこは残された者同士がみんな頑張ればいいんじゃないかなと思っております。はい。じゃあ、僕の2冊目紹介しさせてもらいます。これ、翻訳面で紹介するかどうかちょっと迷ったんですけど、翻訳面は翻そう訳で面すでちょっよとね。取り上げたいものも出てくるだろうからということで、先月の僕の翻訳小説のベストです。マリアナ・エンリケスの、寝タバコの危険、ですね。酷暑刊行会。酷暑刊行会国書は、館公スペ開。イン文芸ホラーシリーズという、まあ、シリーズというか、まあ、何冊になるかわかんないですけど、とりあえずこれは2冊目でね、1冊目が、これも素晴らしい、エルビナ・ラバロのうさぎの島というね、これも素晴らしい小説だったんですけど、その2冊目、翻訳者は全部多分同じだと思うんですけど、スペイン翻訳家の宮崎真紀さんですね。で、マリアナ・エンリケありスはがたい。3年か4年前ぐらいに、私たちが火の中でなくしたものというですね、短編集が出てて、これが実は第2短編集なのかな。で、それに先行する短編集が、この寝タバコの危険でですね、これは英訳されて、国際文化賞の、最終候補に残って、結構英語圏でも評価されたらしいんですよね。で、エンリケスはブエノスアイレス生まれのアルゼンチン作家ですが、なんていうのかな、土俗的なものを、ね、つまり日本でいうと、怪と言うとかで取り上げそうな、いわゆるその土俗怪談みたいなね、土俗の恐怖みたいなものを、現在の風俗って言います。現代社会にそれが入ってきた時の、なんていうんですか、恐怖というか、違和みたいなものを書くのがすごくうまくて、まあ、どの作品もね、素晴らしく面白いんですけど、井戸っていう作品がありましてね、井戸。井戸っていうのがあってね、あの井戸ですよ。で、それは主人公のホセフィーナっていう女性なんですけど、ホセフィーナが子供の頃、あるうちに母親たちに連れられて行ったことがあるっていうんですね。で、そのうちに行くまで母親たちは、非常に怖がりだったんですよ。どんな怖がりかというと、例えば、もう、ホセフィーナがもう車に轢かれてすぐ死んじゃうんじゃないかとか、もうそれでもう、ちょっとでも危ない子をするとビンタして怒るような感じのね、感情的になって怒るみたいな、恐怖症に取り憑かれてるみたいな感じだったんですね。で、ある日、そのホセフィーナたちは、かなり地方にあるところに出かけていって、よく知らないけど、おばさんの家でみんなで午後を過ごすんですよ。で、ホセフィーナは子供だから寝てしまうんだけど、その前にね、庭に大きな井戸があって、
で、補正品がこうやって覗いたら、あそこに自分の顔が映るかなと思いながら覗いたりする。やっぱその母親は恐怖症だから、やっぱり引っ張り返されて、すごい怒られたりする。という経験があった後で、その午睡の時間が来て、まあ帰ったと。で、その日からホセヒーナは、ジョヤトを消すと眠れないぐらいの恐怖に取りつかれてしまうんですね。怖いです。うん、そこからね、本当何があっても怖くて、それこそ、もう、窓辺を吹く風にでも過呼吸になりそうなぐらいの恐怖の感情に取りつかれてしまって、もう学校も行けなくなってしまう。部屋からも出れなくなってしまって、もう髪が赤じみてね、油で固まってしまうようになるような感じになるまで出れなくなる。当然、心療内科とかにも通ったりするんですけど、その心療内科で薬をもらっても、しばらくするとその薬が効かなくなってみたいなのを繰り返して、もう暗黒の10代を過ごしていくんだけどっていう話。だから引きこもり小説なんですよ。で、その引きこもり小説の、そこから部屋から出られなくなってしまった人の悲哀みたいなものを描きつつ、それがですね、後半で土俗的な恐怖にね、合体するというね、これがね、読んでて怖いですね。すごい怖い。怖いですね。すごい怖いですね。ダブルの怖さ。そう。やっぱりね、感覚的に僕らにもよくわかる恐怖と、それがその土俗的な恐怖にね、結びついた時のさらなる絶望感みたいなものがですね、素晴らしくて。で、情景によってはね、すごい、滑稽そうなものもあるんですね。例えば、ショッピングカートって物語は、ある通り、まあ、その普通の、まあ、住宅街ですよね。そこに、ショッピングカートを引いた、まあ、ホームレスみたいな人がやってくるんですよね。で、そのホームレスが粗相をしてしまったために、その若者の一人がね、その、ホームレスを散々に蹴ったりして痛めつけるんですよ。で、そのホームレスはどっかに行ってしまうんですけど、その彼がこうやって押してた、スーパーのショッピングカートがね、そこに残されたままになるんですよ。で、誰もそれにやっぱ触るのが嫌なもんだから放置すると、乗せられていたものが腐敗したりして、どんどん悪臭を放つようになっていくと。はい、うん、まあ、これはその例えばその何て言うのかな、その現実的な、恐怖といいますかね、その不快感みたいなものじゃないですか。そうするとね、何が起きるかって、この通りの人たちはね、全員失業するわ。家がね、どんどん荒廃していくんですよ。だからそのショッピングカートを中心として、その、街自体がね、荒れ果てていくというですね。これは何なのか分かんないけど、入ってきた、はい、おぞましいものに、街が侵食されていく怖さですね。うん、この二つがね、書かれてるっていうのが面白くて、非常に楽しい小説ですね。うん、どれも、ゾワゾワするほど怖いという話ですね。で、タイトルのネタ箱の危険っていうのは、ずんとちょっと違っていて、なんて言うんだろう。これはね、まどろみの時に見る悪夢みたいな、ものをネタ箱の危険として書いて、ごく短い小説なんです。うんうん、これはちょっと、雰囲気はちょっと違っていて、そういったものも書けるね。うんうん。で、いろいろなんだ。うん、笑いがあるように見える、と、ほがらかに見えるような場面がある。でも、最終的にはすごく怖いことになるんですね。まあ、短編としてすごく、完成度の高い短編ばっかりが入っていて、まあ、これはね、本当に面白いですね。はい、ぜひぜひ、なんだ、高いんですよ。やっぱり国書の本だから。3800円するんですよ。はい、致し方ないですね。3800円するんですよ。国書の本で。やっぱりマイナーなジャンルでもあるから、でもね、これはまあ今年を代表するホラー短編集になるんじゃないかなと思って、ぜひ皆さんに読んでいただきたいなと思います。マリアーヌ・エンリケスのネタ箱の危険、宮崎真紀役国書館公開でございました。はい、じゃあその2お願いします。はい、はい、では、松井の2冊目です。はい、はい、保坂祐樹さんの、死ねクソババアといった息子が55歳になって帰ってきました。はいはいはい、出版社、講談社ですね。うん、はい。皆さん、本を選ぶ際には、まあ、人によって重視されるポイントって様々だと思うんですけど、うん、まあ、ジャケ買い派の方もいらっ
いれば、まあ、今だったら、例えばポップが決め手になったりとかあると思うんですよね。私はまあ、個人的には一番は作家がいい、次がジャンルがいいかなと思うんですけど、あと、タイトルがいいっていうのが結構多くて、この本まさにドストライク、タイトルがいいですね。インパクトありますし、笑えるのと同時に、まあ、うちは息子が3人いますので、いつこのような、自分がクソババアと言われる状況に陥らないとも限らないっていう、こう切迫感もあって、手に取ってしまいました。主人公は小林春江という75歳の後期高齢者になったばかりの女性です。冒頭はその近所に小学校からずっと幼馴染ので同い年の中野真知子、あだ名まーちゃんっていう人いるんですけど、この2人とこう、まあ、なんていうんですかね、こう、たわいもない話をしてる場面から始まるんですね。で、ハルエットまーちゃんは正反対なんですけど、馬が合うタイプで、まあ、いわゆるその高齢の女性がこう、ああでもない、こうでもないってずっと喋ってる、おしゃべりしてるような感じのお二人ですね。春江は20歳の時に、親の大反対を押し切って結婚したものの、夫の離婚、浮気が原因で2年で離婚して実家に帰ってきたんですね。そのまま再婚することもなく、ひたすら働いて、息子の達彦を育てていまして、で、まあ、子供の頃に、達彦が、働くお母さんの大変さを見て、その将来の夢は医者になる。で、医者になって、お母さんの楽させてあげるみたいな、こう、けなげなことを言うんですよね。で、まあ、春江は、まあ、言葉を、大事な息子の言葉を聞いて、まあ、痛く感激して、まあ、息子の夢をサポートする、全力でサポートするっていう気持ちになって、せっせと働いてきたんですけど、ただ、達彦が結局、医者ではなく、理系の研究者になりたいって大学受験の時に方向転換したことで、いい口論になってしまいまして、医者になると思ってたから、こう、頑張って学費もだ、あの、貯めたのに、みたいなことを言ってしまって、これはダメですね。よくないですね。これは、大失敗だったと思います。理系の、まあ、確かに今、ね、ドクターっていうか、研究者はなかなか席もないし、苦労はあると思いますけど、理系の研究者万々歳で、そんなね、頑張ってそれと、ちゃんとしてる目じゃ指ないしですたか。いってね、本当そう思いますよ。なんですけど、まあだから、まあそこで結局そんな春江に対して、達彦が放った言葉が死ねクソババアなんですね。はい。まあそれから母と息子はほぼ音信不通に近い状態が続いて、春江の祖父母、まあおじいちゃんおばあちゃんとかが亡くなったりとかの冠婚葬祭っていう一大イベントでもないと、もう会うこともなくなっていたんです。春江はもう、達彦はいないものと思って、もう自分が亡くなるまでどうやって過ごそうかっていうのを考えている、考える生活をしばらく送ってるんですけど、そこへ、55歳になった達彦がひょっこり帰ってくるんですね。はい。で、まあ、達彦は、結局大学の理系の准教授になっていて、で、まあ、結婚もして、その妻の、雅代は一流企業の部長職についてるんですね。で、一人娘はほのかって言って、CA をやってて、あれですね、航空会社の CA をやってて、キャビンアテンダントから寿退社と、まあ、絵に描いたような、なんかエリート家庭、なんか幸せそうな家庭なんですけれども、しかしもう達彦はもう雅代とは離婚するからって言って、もうなんか詳しい事情も母親にはろくに語らないような感じ。なんかこう、なんていうんですかね、こう、携帯した久しぶりの
母と息子の生活が続いてきたんですけど、そんな中、春縁の健康状態に異常が見つかってしまうんですね。で、春縁もちょっとこの超膠着状態をなんとかせねばという気持ちで、2人で旅に出たりとかして、その旅の最中は、いい感じになったり、昔の、まだそんなにギスギスした関係でない頃の、母子、あの、母と息子の楽しかった記憶とか思い出して、いい感じになる瞬間もあれば、また結局口論になったりとか、山あり谷ありみたいな感じで、結局、離婚するってどうするのよみたいなこととか、あと、自分の病気についてもなかなか言い出せないみたいな感じで、もどかしい状態がずっと続きますね。でも、やっぱり人間関係って一筋縄でいかないところがあるっていうか、特に親子だと、遠慮がなくなっちゃいますから、ね、なかなか修復が難しいところあると思うんですけれども、そういうの読んでると、やっぱり自分は今、まさに、さっきも申しましたけど、55で、辰彦と同い年なんですね、なんですよね。それで、この親との関係性みたいなものって、まさに今、私たちの世代が直面している問題でもあって、高齢の親の、住まいとか健康状態、あとは年金など、心配というか、気がかりの種が尽きない状態だとそう思ですいまね。すね。で、それの一方、今、私たちは、私はもう両親亡くなってますけど、夫の両親は健在で、義理の親にしろ、実の親にしろ、この子供として見てる問題が、例えばもう、20年、30年もしたら、今度は自分たちの問題として降りかかってくるなっていうのそうは、ですよね。痛感しますね。その体が動かなくなってきて、その自分が老人ホームに入るのかとか、あるいは、同居して介護を頼むのかとかいった決定とか、でもそういう決断も結局、その自分の健康状態とか、配偶者のあるなし、子供のあるなしとかによっても違ってくるし、自分の、現在の状態も、加齢とともに、刻々と変わってきますから、結局当初の予定もどんどん修正を余儀なくされたりする可能性っていうのはありますそうですよし、ね。だからそういった、この時々で気持ちが揺れ動く様子っていうのが、この小説はすごいリアルに書かれてる。なるほど。シビアではあるんですけれども、なんていうんですかね、勇気づけられるところもありますし、予想し、この題名から想像するよりは、だいぶ、シビアというか、シリアスなところもある、物語でした。これもまた、シスターフット的な要素もあるんですね。まずは、春江とまーちゃんって、その幼なじみ同士の仲良し。仲良しではある、もちろん仲良しの幼なじみなんですけど、忌憚なく言いたいところ、ことを言えるっていう間柄でもあって、年を取ってからの友達は、その若い頃以上に大切だっていうようなことが語られて、本当そうだなっていう気がします。あとは、春江と、辰彦の、息子のお嫁さんの、正代っていうのも、ある種の、なんて連帯みたいな感じになって、立場が違っても、姑と嫁っていうことであっても、現実にはなかなかそう、小説のようにうまくはいかない点もあるとは思いますけど、いざとなれば、力を合わせることができるっていうのは、やっぱり、心強いなって思いながら読みました。思ったよりシリアスとは言いましたけど、ユーモアのセンスもこの小説すごい良くて、
いくつか面白いセリフがあって、いっぺんに持ってきなさいよとか、くせ者っていうセリフはぜひ読みながら注目してもらいたいと思います。私、これちょっと電車で読んでて笑っちゃって、隣の人に不審な目で見られちゃいます。なので、そうですね、真面目な気持ちにさ、時々ほろりとさせられつつ、面白くもあるっていう、すごい、楽しい小説でした。僕は結構逆にそのタイトルと表紙で、後回しにしてたんですよね。敬遠してて。これ多分ちょっと呼ばれてそうなでいす感ね。じするなと思って、ああ、そうですか。いやいや、伺ってて、あ、結構ちゃんとした小説じゃないと思って。ちゃんとしてますよ。すごく。ああ、そうなんだそうとです思っね。て。そうですね。でも、そうですね。敬遠される気持ちもちょっとわかるかな。でも、まずは読んでみていただくなるほとど。いいかなと思います。はい。わかりました。ありがとうございます。ありがじとうゃあ、ございます。その2でございました。ありがとうございました。